ですよ。でも、おかしいクイズ出して。正解、424年前の9月15日、天下分け目の戦いとして、その後の日本の行く末を決定した関ヶ原の戦いが行われたんですよ。じゃあ、最初の佐藤さん。中の武者たちが、じゃあなんで集結してるのか教えてくれって顔してますね。OK、わかりました。お伝えします。こちらです。こちら、関ヶ原戦国甲冑館主催で、あの関ヶ原合戦が蘇る、関ヶ